マイティーアローミニタンデモをちょっと解説しようかなと思います。マイティーアローシリーズってこれがオリジナルのマイティーアロー、これ一番大きいやつです。でペラも大きい。そしてマイティーアローミニっていうのがあんねんけど、今ちょっと持ってくの忘れた。それがこのマイティーアローミニタンデムのこのサイズ、このサイズなんですけど、その下にさらにマイティーアロージーニョ、これはプラスチックにもなってるんだけど、マイティーアロージーニョっていう、マイティーアロージーニョデルプラスティコっていう、このプラスチックになってるサイズのアロージーニョっていうのが一番ちっちゃいやつ。これはアロージーニョでもあのスニップトーンでちょっとペラが出る。そして過去にはこいつのタンデムバージョンっていうのもあって、これはウッドですけど、アロージーニョタンデムっていうので、これはアローミニプロップがついてないけど、アロージーニョプロップがついてないけど、があって、そして今回のマイティアローミニタンデムです。これ初めてで、これの最大の特徴は前のペラと後ろのペラが干渉する、干渉して音が出る、クラッカーバズっていうのかな。クラッカーバズは、アームに当たって音が出んねんけど、これはペラ同士が干渉してこんな風に音が出ます。これはアクションのところで音確認してもらったらいいんだけど、そういう音が出るっていうのは最大の特徴なのと、マイティアローシリーズはバズプロップがついたバズベート的なプラグでありながら、バズベート的でありながら止めれるとかゆっくり弾けるとかいうのが要は、マイティアローシリーズの特徴ですよね。普通のバズベートって止められないんで。ともう一つ肝心なことを言っておくと、これデフォルトではちょっと干渉しなかったりしたりしすぎたりしてるので、そこを調整していただく必要があります。だから例えばこれは触れてるけども、これちょっとわざとやろうか。わざとやると、わざと曲げすぎると、あんま音しないです、これね。曲げすぎると、前側のペラね、フロントのペラのここの部分を曲げすぎると、干渉しなくなって、音がしなくなる。まあ回りやすいですけどね。わざとやってもいいねんけど。で、こっち側の前側のペラの片方を、ここに干渉するようにしてやると音が出るようになります。でこれあんまり干渉しすぎるとどうなるかっていうと、後ろも同じ方向に回ってしまうので、ここ調整っていうか塩梅が大事です。でこれ調整すれば自分で好みの音を出せるようになるので、例えばシュルシュルシュルぐらいの音からカリカリカリからカンカンカンぐらいまで音が変わっていくと思うので、まあ試してみてください。だノイジー的にも使えるし、バズベート的にも使えるし、とてもあんまりないと思うけどね、こういうプラグ使ってみてください。マイティーアローミニタンデムです。